何遊んでたんだと。はい、こんにちは。今回は友達のハイエース君に MAX1 を取り付けます。車用の換気扇です。よくキャンピングカーには取り付けてありますが、今回取り付けるハイエース君はキャンピングカーではございません。快適な車中泊をしたいという理由で取り付けることになりました。この MAX1 ですが、今回取り付けるのは最上級グレードのリモコンモデルになります。価格は世界もんで4万円台で購入しました。では早速作業に入りたいと思いますが、すでに天井の内張りは剥がしてありますので、いきなり穴開きからのスタートになります。ハイエースの場合はルーフの横に渡っている梁があるのですが、その梁の幅が広くなっているところに取り付けます。狭いところだと梁も切断しなくてはいけなくなるので、はい、一番後ろからだいたい30センチぐらいのところです。それでは行ってみましょう。ペダルも滑るぞ。